柿の実なんとか持ちこたえてはいるが、かなこちゃんはどうなっただろうか。無事に手術が終わってりゃいいんだが。春日さん。ん？かなこちゃんの親父さん。かなこちゃんはどうなったんだ。ちゃんと手術はできたのか。え？おい、まさか。かなこ、おいで。かなこちゃん、元気になったのか。ええ、窓の外ばかり見て気持ちが沈んでいた娘でしたが、ここ最近は窓を見るたびに笑うようになりまして、無事に手術まで終えて歩けるまでになったんです。そうか、よかったな。それでかなこがあなたにお礼を言いたいと。俺に？春日さん、ありがとうございました。私のために柿の実を守ってくれて。いや、大したことはしてねえよ。ううん、とっても楽しかった。あなたが柿が落ちないように力士と戦ったり、おもちゃの銃で撃たれたり、五寸釘男を慰めたり、それを見てたら笑えてきちゃって。外の世界は面白いことがたくさんあるんだな、まだ死にたくないなって思ったんです。そうか、頑張った甲斐があったぜ。でも手術しなかったらもっと面白い春日さんたちの姿を見られるかなって少し思っちゃったけど。おいおい、勘弁してくれよ。冗談ですよ。いい顔で笑えるようになったな。でもこの木にも感謝しないと。今の私があるのはこの柿のおかげですしね。ああ、そうだな。せっかくだし、あの柿食べてみるか。え？食べちゃうんですか？もうかなこちゃんには必要ないもんだろ。それになんかうまそうじゃねえか。実は春日さんが柿食べたくなっただけなんじゃ。バレたか。まあちょっと待ってな。おお、いい感じに熟れてそうだな。かなこちゃん、先に食うか。あ、私は後でいいですよ。春日さん食べてください。柿を守った功労者だし。そうか。じゃ、遠慮なく。まず、うん、で、これ渋柿だ。だと思った。そりゃねえよ、かなこちゃん。